ラジオヤジです。10月15日土曜日24分、0時24分を回りました。ラジオヤジの夜トレイ、えー、夜トレの時間がやってまいりましたが、えー、今日も円安が進んでいる中、夜トレをお届けしたいと思います。昨日僕は、えー、昨日の、これね、ドル円の5分チャート見てみましょう。昨日のね、高値は140、 7.6ぐらいだったかなここね。えー、が、まあ、これが今年の高値になるんじゃないかと言いました。えー、これが今年の高値になるんじゃないかって言いました。お、ずれーお、はずれ、はい、<laughs> あやっぱりね、ここまで来れば、あの政府、日銀、政府がね、えー、円外ドル売り介入をやると思ったの。 ですよねだけどやらないねやらないで147.6でやら7とかでやらなくて148まで来てもやらなくて1 4 8キロ抜けちゃってこれはあの11時に抜けたんですよね。これはね11時はねえっとね指標が出たのね。 えっと、これ、ミシガン大学の消費者信頼指数ですね。数字が今出てませんけど、これは58.8が, 58. が59.8っていうふうに、良い。景気が良い。景気が良いんだったら金利が上がって株が下がるっていうね。いつものパターンで、これに結構今日反応しまして、まあ、結構数字がでかかったからですかね。予想よりも1位上がったんで、それに反応しまして、ドル円が上がりまして、株が下がりましてっていうね。 そんな、えー、反応が出ております。えー、ということで今日のテーマなんですが、だだ、介入なく円安が止まらん。介入なく円安が止まらん。まあ、ああの、売ってる人にとってはこういう、いやかもしれない。こういう感じなんだろうと思うんだよね。介入なく円安が止まらん。 まあ、こんだけ円安持ってかれると、もう、恐怖でしかないと思いますけど。ね、今年のこの相場っていうのは、まあ僕は見たことがないというかね、まあたまにこういう相場もちろんあるわけなんですけど、えー、為替なんて特にね、やっぱりある程度行けば戻るんですよ。ある程度行けば戻ります。で、今年はしかし戻らないんだよね。でこれ、週足見るとどうなってるか週足がこんなんだからね、 この百0 1円ぐらいのところから、これが2021年の1月ですね。で、22年の、まあ、1年ぐらいのところで50円近く上がってるわけで、この,の見たことないです。で、これはだから日本が金融政策を誤ったわけですよね。まあ、円安に関してはね。全体的にも誤ってるんじゃないかと僕は思うんですけど、 で、そういうこと言うとすごい怒る人がいて <laughs>、怒る人がいるんだけど、あの、でも、大体そうだと思うよ。うん、誤ってると思うんだよね、金融政策はね。で、また、またこの円安が来てるのに、またワンをかけて、また黒田総裁が昨日 G20 で、うちは金融緩和やるからねとか言うから、んでまた上がるんだよね。で、まあ、うちも金融緩和やるとは限らない、金利上げるかもよって言えば10円下がらないね <laughs>。 それぐらい下がるのに。だから、別に、ね、あの、えー、カ介入カやらなくても10円下がるのに、それを言えばいいのに、意地で言わないでしょ。やらなくてもいいんだよ、言えば。<laughs> だけど。だから、物が上がっちゃって困るじゃない。いまあ、主婦の方とかね、今、スーパーに行ったらもう、あの、価格見るのが嫌になっちゃうぐらいに物が上がってるわけでしょ。輸入品に関連した商品がガンガン値上がりして、 外国なんか行ったって、えー、ものが食えない、買えないっていう状態でしょ。外国旅行なんてもう無理でね。<laughs> 無理だよね。で、だから僕もまあ、なんか見てますけど、出る、うん、の PC が買えないから今、中古パソコン買ってますけど、<laughs> 中古パソコンの再生品をね、買ってるわけですけどね。で今、そんな中で、えー、148.5まで来てますか148.5ですよ。 もうあと1円50銭で150円だからね。だから、ここまで来て145の上を、えー、阻止するのかなと思ったら、678って3円抜いてきても平気だから、日本政府ね。次50円で入るのかな ?50 円で入って5円下げて45円でしょこれまたちょっとしばらく横ばいするかもしれないけど、その後また50円抜いて55円で年末60円ですか まあちょっとわかりませんけどね。うん。まあ今の状況で行くと、まああらゆる、こう経済指標が、円安ドル高株安に左右するから、から昨日は株も良かったけど、今日ちょっと陰ってるし、まだまだもしかしたら、えー、先行きはね、不透明かつ厳しい相場展開が続くのかもしれないので、まあ本当に今年はね、あのー、 普通じゃないから。まあ、毎年、毎年がいつでもね、あの、相場が普通なんてのはないんで、まあ、結局はさ、大変なんですよ。どこでやっても、どこでやっても、どこで売っても買っても大変なんですけど、今年は特にね、結構なひどい相場ですから、その意味で、本当に小さく小さく、しょぼとれしょぼとれをね、貫いていかないと、やっぱり大変なことになると思うんでね。 でまあ、今からでも遅くはなくて、ポジションを減らしていけばいいんだよね。ちょっと多いなと思うと、ポジションを減らせばいいえ。ポジションを減らせばいいんです。とにかく。ポジションを減らさないと大変なんで、ポジションを減らせばいいそれだけやっていけばいいんです。まあ、だから、あもう、どこまでもいっちゃうか、どこまでも行っちゃう、どこまで行っちゃう,ちゃうかわからない。どこまでも行っちゃう。そういう相場なんでね。一方向にどこまでも行っちゃうっていう相場ですから。 それが今年、特にドル円そうだよね。もうだって、これ、週足見たらね、今も見ましたよね。こうだからね。こんなのありえないですよ。あの、週足レコーで今 RSI100 なんですけどあ、ありえないですよ。こんな、こんな動きはない。RSI100 になることなんてないもん。ほとんどないわけですから。あ、あるわ。<laughs> ここにあるけど。ここにある、ここにある。はい、ありました。 えー、RS100 の時ありました。ありましたけどね。まあ、そんな状況でして、えー、政府は寝てるんですかね、今日ね。今、知らないのかなこれ、知ってて寝てるのか、寝てるのか、知ってるのか、よく分かりませんけど、こんなことになってるんだよね。 週明け何か対策を打つのか。まあでも、打つんだったら、ギャーギャー騒いでからやるはずだから、騒がないからね、全然ね。ね。ということで。今日はあの、あの、考える分お休みです。<laughs> 考える分お休みです。考えるはね、今日ちょっとお休みしたいっていことで、お休みしてますね。なんかね、あの、考える分ちょっと、えー、ドル円売ってるらしくて、 で、今日なんか、だいぶ上がってるから苦しくて、ちょっと、寝込んでます。<laughs> 寝込んでますって。こういう状態、こういう状態で寝込んでますね。考えるばね。寝込んでますんで。はい。えー、ということで、今日週末の寄りりですけどね。まあ,あ、やっていきましょう。えー、今日は週末なので、まあ、多少いつもよりも多めのメールを紹介しながらやっていこうかなと思ってますけどね。えー、皆さん、まあ、えー、髪の毛の調子はいかがですか髪の毛。 僕は、秋になると髪の毛の調子が悪くなりまして、えー、今微妙に髪の毛の調子がよくありません。なんかこう、危うい感じになってきています。危うい感じになってきています。はい。で、毎年秋になると危うい感じになってきて、それでこのまま行っちまうのかなと思うきや、えー、冬になると少し元気が出てくるんですね。それを繰り返しているんですが、もうね、 本当に歳は取りたくないですねあ。まあでも僕はまだ髪の毛はある方なのかもしれませんがね。はい。えー、ということで、えー、ドル円がもう148円の50銭っていう、信じられないか、水準まで来て、さらに上がろうとしていて、まあこれだから買えば儲かるから買えばいいんだよっていうね。そんな感じで動いてるわけですけどね。えー、 僕は147.6.7で売っていいんじゃないかと言って、7.7、8点でもう2円ぐらい逆行してるんだよね。で、ここはまた売りの水準、もう今度は売り増しの水準だけど、あの今もし売ってる方は3円開けてくださいって。<laughs> 2円では足りないかもわからないんで、3円開けて売り増しをしてください。あるいは怖いなと思ったら、えー、少量であればロスカットするとか、えー、っと、政府の、えー、円売り、 円外、円売り介入されたらたまらないけど、円外介入はどうも望めないみたいな感じだから、それを頼りにドル円を売るのはどうも良くないね。やらないもんね、えー。ここでやらなかったらいつやるんだっていうぐらいに今円安になってんのにやらないから、いつやるんだやらないんだろうな、これ。僕はまあこれやらないんだろうなと見たんですけどね。だってやるんだったら今でしょ。ここでやらないんだったらやらないでしょ。もう。<laughs> っていうことは自然に任せるつもりだよね。えー、ドル円相場ね。160円までいっちゃうぜ。<laughs> これ。自然に任せるっていうか、えー、黒田総裁はまだまだ2、3年金利上げないって言ってるでしょ。お前辞めてからのことなんで言うんだって言お前って言っちゃいけない。<laughs> あの、な、お前辞めてからのことまで言ってるんだけど、2、3年上げないと言って、あなたはやめるでしょ。もうすぐやめるのにね。えー、言ってるんですけど、それぐらいなんか、 だからね。それでいて、円安は止めなきゃいけないとか言ってるんだけど、うん、バカではないと思うよ、ね。<laughs> だけど、なんかね、本当に頭、まあ大丈夫だと思うんだけど、だけど、やってることが全然矛盾してるんだけど、それ気づいてるんですかね。その辺がね、なんかよくわからないんだけど、だから誰も苦言を呈さないのか、っていうか、なんかだからその辺の、 そのトップの人が間違ってる時に違うよってトントンちょっと違うんじゃないって言ってあげないとね今の地政学リスクの元になっている国の人もそうですけどうんとあれは取り巻きも賛成してるのかなと思うんですけどちゃんとそのトップの人が、えー、トップの人がおかしいことをやってる時はちょっとおかしいよって言ってあげないとそのまま暴走するとね、えー、そのまま間違いが広がってしまうと思うんですけどね いくら何でも円安は行き過ぎなのではないでしょうか。と思いますけどね。そこに火に油を注ぐような発言をして、円安を助長し、そして、円買いドル売り介入はしない。やるって言っといてしない。もうだから政府の円買い介入を頼りに売るのは危険。と今日僕は思いました。 さて、えー、皆さんのメールを紹介していきましょう。今日もたくさんのメールをいただきましてありがとうございます。どのチャートを見ればいいのか、ケントさんから。え今日はまず、投資に関係あるで、質問的なメールからご紹介しましょう。いつも楽しく拝見しています。一つ、質問です。チャートの見方でいつも疑問に思っていることです。5日線25日戦、75日線などがありますよね。これを1時間足と冷やしで見ると、全く違う グラフになります。通常はどの時間軸で見ての話なのでしょうか。質問の意味がわからなければすみません。うまく説明できなくて、ケントさんより。まあ、要するに、どのチャートを見ればいいのかって話なんですよね。で、これはまあ、たびたび言ってますけど、えっと、スタンダードは冷やしですね。で僕の場合はね、スタンダードっていうかまあ、基本は冷やしです。株もね、冷やしで見てます。で、えっと、 ただ、奴隷なんか今これ5分チャートで見てますけど、細かい強弱感を見るときには、うんと短くして5分に1本のローソク足の5分チャートを見る、えー。そして、まあこれ人によるんですけど、えー、例えば4時間足を見る人がいますね。4時間足になるとこれただ上がってるだけのチャートになって、景色は全然違いますよね。まあな何見ても上がってるだけだけど、4時間足こんな感じね。はい。 これが、えー、介入の時の動きですけど、4時間足で見ると、まあたい8時間ぐらいは、えー、4時間にぽいんだから8時間ぐらいは影響してたけど、その後ダメになったってことがわかりますね。これが介入の時ね、4時間足。で、えー、っと8時間足なんかもあるし、で、えー、日足があるしってことで、で短い時は、ところは1分足なんかもあると。で、これ何を、どれを見ればいいのかってことですけど、目的によってね、 違ってくるんで、例えばスキャルピングといって短期のトレードをやるときは5分を頼りにやればいいんですけど、結局、あの、チャートが短くなればなるほど、例えばシグナルの、あの、有効期間は狭くな有効期間短くなるし、シグナルの何て言うかね、意味が違ってくるんだよね。例えば、5分チャートで RSI が高いから売りましたっていうのは、冷やしで見たら何のシグナルも出てないわけだから、 なるべく短期間でそのシグナルに従って売買を済ませていかなきゃいけなくて、5分の例えばウィりのシグナルは、まあ、その後5分足の5本とかで、20分とか25分ぐらい、5分とか、20分とか25分ぐらいで売りシグナルは手締まなきゃいけないとか、そんな感じになるんですね。だからそのトレード、4時間足だったら、4時間足のシグナルで買えば、 まあえーまあ2本ぐらい、えー、8時間とかね、持っててもいいかもしれないとかね。そういうその、うんと、タイムスパンですね。持っていくタイムスパンだったりが違ってくるのと、利用法が違うんだよね。だから5分足は、例えば、目先の強弱感を見るのに非常にいい。これ、あの、冷やしで見てても、今どれぐらい変われてるか、まあわからないじゃない。これ冷やしですけどね。 あまりわからない。まあ確かに日足しビートと伸びてるから今日一日上がってんなーっていうのはわかるけど、今目の前がちょっと上げ止まってるよみたいなのは5分チャートでないとわからないじゃない。やっぱ148.5がレジスタンスとして意識されてるよねーみたいな細かいところは5分チャートで見て初めてわかるわけですね。だから何を見れば正解っていうわけじゃなくて、どれをどう使うかということになります。 で、まあ僕は株でも、えー、ドル円でも何でもそうですけど、一番見るのが日足で、1日二本のーソーパーシがつくですね。日足、日足っていう人も言いますけどね。トンソクトンソク <laughs> 豚足豚足豚足だからまあ、音読み、訓読み、どれが足かわかりませんけど、日足と僕は読んでますけど、日足、週足、月足、え五、ー、分足と読みますけど、まあ、それによってね、 えー、まあ,あ違ってくるわけでそれをどう、えー、見るかということになりますだからうんその見方はでもね基本は同じなんですよ例えば5分足で見たときにえー、っと今、えー、200mA が上がっていて2 5円目も上がっていて5 m 目も上がっていてで上にバーッと えー、冷凍が残ってるから、これ完全な上昇トレンドだよねって話になるし、こう、200MA が常にわーっと上に向いてるから、上昇トレンドがものすごい確固たるもので、ほとんどこう、揺るぎない上昇トレンドがね、今さ、さ、えー、起きて、起きているってこともわかるし、5分チャートで見たときにね、冷やしでもそうですけど、まあ、えー、そういったその、見方は同じね。でも、例えば5分チャートの上昇トレンドっていうのは、 まあ、その、もっともっと短い周期で見た5分え、上昇トレンドだよ。で、日足で見ても上昇トレンドが確固たるものになってるわけだから、これはすごい長い間、え強い円売り圧力が作用してるんだなぁと。で、週足まで持っていくと、今度はこの辺で低迷しているわけで、えー、200円目がね。だから、 えー、100円ぐらいもあったドル円なんですけど、それが今にわかに上がっていって、えー、強烈に上がってるんですけど、こう、日足し、週足の200円目から、112円がね、週足の200円目だから、ものすごい帰りなんですけど、こんな帰りはなかなかないっていう帰りになっているっていうこととかね。でこれ、中長期的に見たら、上がりすぎやろっていうのがわかるとかね。中長期的な見方、 えー、そして、えー、短、短いエネルギー感とかね、いろいろに目的で使います。んで、あとは好みによってね、どれをどう使うかっていうのも決まってるから、僕は例えば付き足なんかほとんど見ないです、ね。日足を大体見ておいて、ちょっと長期見るときには週足見るけど、ほとんど見ないですよね。ほとんど日足と5分足を見ていきます。っていうのは、僕は意外とやるときは、トレードは短期だからですね。長く持,持たない。 今年はだけ全部つ、あの、捕まっちゃってどうしようもなくなったりとかしましたけど、え普通は長くは持たないんで、冷やしと5分チャートを見てやるんですよ。それはトレードのスタイルによって、どの、逆にどのチャートが役に立つかで決めていくみたいなね。そんな感じです。どれ、どれで見て正解ってはなくて、自分が何を使うかえ、何のためにどのチャートを自分は使うのかっていう、こちらがし主役なんで、チャートが主役ではなくて、 どれを見ればいいかじゃなくて、自分がどれを見て、それを何に使うのかっていうことですね。で日足を見れば、えっ、ー、と、ある程度の、えー、まあ、短期的なっていうかね、短期から中期的な、えー、まあ、1ヶ月から2ヶ月ぐらいの動向がわかるし、高値安値がわかるし、っていうことですよね。から、エネルギー感もわかるし、っていうね。まあ、とんでもない、えー、上昇トレンドなんだなぁとかね、冷やし見ただけでもね。 で、どん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 高値更新していて、下げる兆しが全くないんだなぁとかね、わかるわけですけどね。まあ、た、それでもやっぱりある程度煮詰まってくれば、一旦ちょっと調整はするけどもっていう。でも、ここへ来てまたね、もう全然調整のない、ただただ一方的に上がるだけのドル円相場になってますけどね。まあ、これに対して、まあ、えー、今、政府はね、いろいろ 思ってるんですよ。何もしないっていうのが今日分かったみたいなね。ことですけど。基本、だから株なんかもね、基本は冷やしでいいと思うんですよね。冷やし。で、冷やしの 200MA、75MA、25MA、5MA、移動平均はね、僕は使うけど、それが僕は見やすいから、それでやってるだけで、まあ、週足中心に分析する人もいるだろうし、 えー、5分チャートとか4時間足とかも結構人気だからね。4時間足であのー、解説する人もいるしね。いろんなあの見方があるし、使い方があるので、何が正解ということはありませんので、えー。自分にとって、自分のトレードにとって、どのチャートが、えー、一番役に立つのか、それをどう使うかみたいな視点で、えー、使うチャートを選んでいっていただければいいと思います。 ケントさんよろしいでしょうかね。えー、CFD 無理さんからシステムトラブルで利益がパーっていう。<laughs> ラジオネさん、ご無沙汰しております。以前メールしました CFD 無理です。CFD の負けが続き、もうやらないと近い、またやって負け、またやって負け、結局現在5万円ほど損をしています。そして昨日の CPI で IFDOCO で、なんと売りでうまく入り、えー、600ドル、4から5万円ほど売りが乗ったと喜んだところ、おや、待て、なんか変だぞ、金額表示がされていない、点点点。そして、なんと執行中の注文が動いていないじゃないか。すぐに GMO へ,へ問い合わせたところ、1時間ほど待たされ、やっとつながり確認したところ、なんと、21時30分頃にシステム障害が発生し、注文が発動していなかったようです。 がーんこれね。あ、がーんちょっとがーんちょっとね。あのね、これあの、仮想通貨の世界でもよくありましたけど、その、すっごく値が動くときに注文が取らないということはたびたあるんですよね。で、あの、CFD とか FX ではまずめった起こらないんですけど、昨日激しかったじゃないですか。それで注文が処理しきれなかったんだよね。っていうか、 えっと、注文がこれぐらいしか処理しきれないシステムしかないっていうことを証券会社は分かっているんだけど、まあ、金かかるからそれ以上やってないんでね。だから、ある程度混み合ったらダメになることを知ってて放置してます。証券会社がね。別にそんなの大したことないでしょ。彼らからしたら。で、だから証券会社なんてそんなお客さんのことなんかは考えませんから。あまりこういうこと言わない方がいいかもわからないけどね。まあ、お客さんのことなんか考えてない。 自分とかも儲かれいいし、えー、ねあのシステムによっては、証券会社によってはお客さんの損が証券会社の利益になるような仕組みになっている証券会社もあるし、そういうような仕組みのもういろいろね、細々やりながら、最終的に証券会社は絶対勝つっていうか、絶対儲かる。ただ、えー、急落、暴落とかあった時に、やっぱりあの、 証券会社も倒れることがあるからね。で、あとはね、この、ある意味ね、こう、急激に動くときに、え、約しない方がいい場合もあるんですよ。助かる場合もあるんですよ。だからね、これあの、証券会社のね、システムが、ある程度、あの、オンボロだっていうことはね、割と助かる部分はあって、GMO って結構ね、前もね、何年か前の、え、急落の時にね、日時にこう動いてれば、すごいロスカットがたくさん出たはずなのに、GMO がわーっと急落したときに途中で止まっちゃって、 注文ができなくなっちゃったんだよ。それで助かった人がうんといた。だからね、意外と、あの、こういうある程度オンボロなシステムの方が助かったりする場合もあるね。今回は、あの、ダメだったんだけど、あ、もったいなかったんですけどね。まあ、正確に動いてなんぼなんですけどね。だからこうやって、こういう事故を起こすと、あの、金融庁が、えー、怒ってきて、何を飛んじゃーって怒ってきて、で、えー、証券会社、今多分金融庁に絞られてるんじゃないですか。 え、救助の検査官が来て、おい何やってるんじゃっていうことで、なんでこんなことが起こったんだ再発防止しろって怒られて、えー、えらめにあっていると思いますよ。多分ね、わかんないけど。まあ、それはそうだろうと思う。えー、ね。まあ、こういう時こういうことが起こりますよ。はい。システム障害がもう、ここぞという時にね、起こります。えー、間違いなく、正式に、 えー、注文が成立していたんですが、差し値に来たところで発動すべきが飛んでしまったようです。現在 GMO へ利益を保証するよう問い合わせており、その回答待ちです。せっかく初めて、初めてこんなに利が乗ったのに、システム障害ってどういうことなんとも言ったたまれず、親様にメールしてしまいました。すみません。愚痴のメールになってしまいましたが、皆さん気をつけてください。親様の復帰を心から喜んでいます。どうぞ。 無理なさらずに頑張ってください。CFD 無理。<laughs> CFD 無理さんも、CFD 無理もなさらずに頑張ってください。で、これ必ずあることなんだよね。ね、今言ったみたいに、いい面と悪い面とあるんですけど、まあ本当はしっかり動いてほしいけど、しっかり動かなかったから助かったっていう人もいるし、いろいろなんでね。だし、まあ証券会社もさ、やっぱりあんまりにも大きなキャバがね、来ると、それって、あの、いろんなのが来たときに、 それを基準に考えたら、すごい投資型も必要で、だからある程度、分かってて、やっぱりシステム増強ここまでって決めてるんじゃないここまで来たら終わるけど、しょうがないここまでにしとこうって。普段はこれで十分いけるから。で、ここ来た時は、まあ、しゃあないやんっていうね、しょうがないよっていう、えー、ところがあると思うんだよね。それはやっぱりね、経費も、経費と利益とかの、 関係があるじゃないですか。だからシステムに金かければキリがないし、だから分かってて、って言ったら証券会社の人に怒られるかもしれないけど、それはこれでね、今の10倍のお客さんが発注入れてきたら飛ぶなって分かってると思うけどね。<laughs> でもそれには、まあそれはないだろう。いや、ないことにしておこうっていうんで対応してないんだろうと思うんだよね。これは十分ありますんでね。 やっぱりだから CPI とか FOMC とかそういう直後ってあり得るんだよね。だからこういう,うん、なんか脆弱性がない証券会社でトレードすべきですよね。GMO は今回、これ増強するかどうかわかりませんけど、結構脆弱だ CFD ね。脆弱だってわかれば、えー、まあ GMO の CFD 使わないとかね。で、これあのー、えー、利益保証ですけど多分ないです。<laughs> 利益の人はね多分ないです。っていうのは、えー、っと、規約をよく読むと、システム障害によって、えー、正常に発注ができない可能性があります。ご了承ください。みたいなことが、どっかに書いてある。で、それに、えー、承諾しているはずなんですよ。読んでないけど、<laughs> 読んでないかもしれないけど、それにちゃんと承諾してることになってるんですよ。どっかに、システム障害により、 ね、発注が正常に処理できない可能性がありますが、ご了承くださいと。そういう場合、保証をできない場合がありますよって書いてあるから、多分多たぶん。そういうふうに、証券会社の方は、あまり痛みを伴わないようにできているんですね。で、あの、証券会社の、あの、規約とか読むと、もう本当に証券会社本位の規約で、まあ、ユーザーは、まあ、ね、ユーザーっていうか、お客さんは、 まあ、使わせていただいてるぐらいの感じですよ。それぐらいの規約になってますから、まあ、なってますからね。証券会社の都合に合わせて、えー、使わせてあげますよっていう感じの規約になってるんでね。なんで、まあ、それがこの世界なんで、えー、ということで。はい。あんまりこういうこと言ってるとね。<laughs> 証券会社だ。 怒る、に、嫌な、あの、ね、証券会社、あいつは良くない、よろしくないっていう思われるかもしれないけど、別に提携してないからいいけど <laughs>。提携してる YouTuber だとあんまり言えないよね。こういうことね。僕は何も提携してないから。えー、ということで、えー、 多分ね、何も保証はないと思いますけど、わかりません。また教えてください。保証があったら教えてください。保証がない場合も教えてください。CFD 無理さん、今後の展開もちょっと興味深い。こういうシステム障害があって、本来だったら5万も6万も儲かったはずなのに、それを証券会社が保証してくれるのかくれないのか。くれないとしたらその理由は何だということを知りたくありませんか皆さん。<laughs> ね CFD 無理さん、よろしくお願いします。事後レポート。 えー、レポート、続きを教えてほしい。あ、その時の注文画面も、あの、僕、スクショもらってますけどね。これは、まあちょっと出しません。あの、個人情報的なものなんでね。ものなので。ありがとうございました。ケ信さんからメールが来ています。ケ信さんからは一日に何通もメールが <laughs> 来るんですけど、えー、時々すごい過激なメールが来るので、 前も、実は、謙信さんのメールを、僕は、えー、紹介、えー、急遽紹介しようと思って紹介させていただいたところ、えー、かなり過激な内容だったために、動画がダメになったことがありまして <laughs>、事前にね、準備してなくて、謙信さんのメールを <laughs> 紹介し始めたら、ちょっと過激すぎて、ダメだったことがありました。でも、これからも謙信さん、えー、過激なメールお待ちしております。 ね、今日のメールはちゃんと事前に読んでるんで、その時に事前に読まずに紹介しちゃったんで。で、そこで、あの、夜取れはダメになりまして、そこで一回夜取れ切って、繋いだみたいな。そういうの普通やらないんですけどね、僕ね。そういうはみになりました <laughs> っていう。別にあの、ケンシンさんに恨み事を言ってるわけじゃなくて、えー、僕のあの、運営ミスっていうかね。だし、ケンシンさんのメールは面白いんで、好きです。<laughs> で今日はね、 今晩はチャンス通過ペア発見しました。GBAPJPY。上がったら売りの繰り返しで勝てそうですけど、どうでしょうっていうね。えー、そして続き、ついイジングテレビで放映されなくなったのは、S 会長と、えー、裏社会とのつながりが判明したためです。詳しく知りませんが、朝倉美久とメイジメイザーの戦いも富士テレビで決定してたんですけど、2ヶ月ぐらい前に判明して終止になったそうです。 今後も永遠に来島はないでしょう。ああ。マジっすか。<laughs> なんか格闘技やってくれ。大晦日格闘技やってくれ。ただで見れる格闘技大晦日やってくれ。と思いますけどね。で、GBP、JPI、えー、上がったら売りの繰り返し。 こういうのはね、あの、一時的にね、有効になることあるんですけど、それに慣れてしまうと、あの、もう、なんかね、絶対勝てる的な感じになっちゃうと良くないんでね。前もあの、レーザーテックで、なんか買えば儲かるみたいなメールが来て、それでも明日からもうこれね、あの、儲からなくなるかもしれませんよ、なんて言ってて、本当にそうなったっていう例があったじゃないですか。覚えてますかね、皆さん。で、えー、そんな感じで、ね、意外とね、チャートをしっかり読んでいかないと、本当に勝てるかどうかね、わかんないんですけど、今んところ、 GBP は確かに167ぐらいまで来たところで売ればいけるんじゃねいか <laughs>。今んところね。トレンドが出てないからあんまり。で、今こう高いからここで売ればいけるんじゃないかなと思いますけどね。意外とこれ辺今 GBP はトレンドが出てないから下がれば買いで上がれば売りでいいと思うし、上の方があんまり重いから今経済的に良くないって問題になってるじゃないですか。今日はなんか誰か、誰か辞任したとか言ってなかったっけえ、え,えらい人が <laughs>。 まあそんな感じでね、減税案を出して、それがあまり良くないってことになったのかな。で、えー、イギリスポンド売られたりしてたんですけど、で、また上がってきてるけど、やっぱり盤石ではないので、売りでいいと思うんですけど、これもね、あの、一回抜くと今度はもう売りになりたたくなったりしますんで、まあいつまでも続くと思わずに、えー、冷やしチャートとかをよく見ながら、えー、5分チャートでやってもいいですけど、冷やし、あの、だからさっきのチャートの話で言うと僕ね、 あのー、5分チャートでスキャルピング、短いトレードやってた時も必ず冷やしチャートを見てたんですね。全体の流れがこうだから、その中で今僕は短い流れの中でこれをやってるんだって意識するためにね。だから、冷やしを見てますよね。今冷やしでだからこれ GPP もね、167ぐらいがレジスタンスなんでいいんですけど、まあでもね、意外とこれ見るともう一伸びするかもしれないチャートだから、いつまでも え、続くと思わない方がいいと思うんですよね。で、今も167で売れば儲かったかもしれないけど、結構下からこう戻しが入ってるじゃないですか。ガツーンと戻されてますよね。だ割と売りのエネルギーは強くなくて、えー、下がったところで 5MA まで行かない間から戻されてるので、そんなに売りが有利な、今これ見たとこう、直近2本のローソクは、そんなに売りが有利なチャートではないんですよね。 だからえっと今は売りで勝てているかもしれないけど、それは続くかどうかはわからないので、あんまり固定観念的に、えー、考えられない方がいいように僕は思いますけどね。まあ難しいですよ、何をやっても。だから何かこれやればいけると思ったら、それでね、ポ、えー、ーンってやられるわけですから。だから僕も今ね、オプションに希望を見いだしてますけど、 まだ確信は得てませんで。まあ今ね、僕の計画としては、まだまだ勉強足りないから、今10月でしょ ?10、11、12、1、2、3って6ヶ月勉強して、<laughs> それで、えっと、来年の4月から、えー、オプションの10分の1のマイクロとかなんか始まるじゃん。そのちっちゃいやつから始めていこうかなと思ってて、もう今年僕は相場の恐ろしさを十分に知りましたから。<laughs> 今まで結構やっぱり舐めてた部分があって、多少の逆行はね、俺は乗り切ってみせるみたいな、そういう、あのー、甘っちょろい考えがあったんですけど、今年の奴隷の逆行は乗り切れなかったんですね。だそれが、えー、僕にとっては、すごい大きなショックだったし、自分のトレーディングの限界を知った思いだし、で、まあ次オプションやってみるけど、オプションも絶対とは思ってないし、まだね、確信が持てないんです,ですよね。まあ今回今ね、 23000のプットの売りはうまくいってますけど、仮想売買ね。まだまだなんですよ。組み合わせの、スプレッドの組み方もよくわからない、まだ。ちょっとはわかってきたけど。<laughs> だから、あんまりこれでいけるって思い込まない方がいいと思います。僕の意見としては。はい。来人の話ありがとうございました。ああいう格闘の世界なんかは、まあこういうのはね、当たり前かなと思っちゃうけど、 ね。そんな、そんなクリーンじゃないんじゃないかなと思うんだけどな。まあでもね、格闘技僕好きなんで、えー、見たいなぁと思うんだけど。まあなんて言うかな。本当に今の昔のあの格闘技でプロレスだったりは、あのやっぱり、うんと、安全面も考慮されながらやられてたと思うんだよね、プロレスとかね。だけど、まあだからね、あの、 敵役と味方役の人が一緒のトラックに乗ってやってきて <laughs>、で、リング作って、わーってやるっていうのが、工業としてのプロレスですよね。だけど、今の格闘技は、本当に命がけだと僕は思ってるんで、あれはもうピリピリする、あの、ね、本物格闘技っていうのは、僕は好きなんですけどね。命をかけて戦うみたいなね。まあ、ぜひ見たいんだけど、ダメかな、ね。え、 ケ信さんありがとうございました。あ、えー、あー、あて、ケンさんの最後の署名が、ちょっと、はい、えー、ケンシさんっていう、あの、まモテ男、ゴロンさんを上回るモテ男らしいっていう <laughs>、方なんですけど、ちょっとね、一回拝見してみたい。多分、ルックスが、なんか、多分、ジャニーズみたいな、知らん。<laughs> どんな感じなんだろう。ね。 ケンさん教えてください。あの、鏡を見たときに、えー、どんな、あの、お顔なんでしょうか。<laughs> 多分どなたに、えー、似ておられるんでしょうかね。ねえ。えー、向美さんから富士山の写真などいただきました。昨日、向美さんを僕、お呼びしたんですけど、すぐに答えていただいたってことは、いつも見ていただいているっていうことですね。ありがとうございます。向美さんというのは、ね、えー、彫刻家の方で、 あ今日僕、向こう水さんの作品をね、用意するのができなかったですけど、えー、彫刻家の方です。芸術家の方です。アーティストです。ねラジオ様、えー、ご無沙汰してます、向こう水です。あ、で、向こう水さんからも、それから謙信さんからも、僕は音楽をやると言ったら、その、まあ音楽やるんだったら、カバー曲やったらいいんじゃないって言われてるんですけど、えっ、ー、と、知って、みんなの知ってる曲をね、カバーすればいいじゃん。 言われてんんですすけどすいません、えー、僕はカバー曲はやりません。<laughs> カバー曲はやらずに、えー、自分の作った曲を、えー、やろうと思ってます。で僕は作詞作曲をするんですね。で一応これ作曲家なんですよ、この人。一応作曲家なんですよ。で、えー、まあさっ、一応作曲家。で、まだ、えー、これといって大した作品もできてない。で、えー、まあ、ある程度作品作ってるけど、しっかり仕上がってもいない。 そういう中途半端な作曲家なんですね。で、今、この年になりまして、えー、やっぱり曲をしっかり仕上げたい、えー、ちゃんと自分の作品をね、形にしたいっていう思いが強くなってまいりまして、えー、向こう水さんからも、えー、まずはカバーをやったらいいんじゃないかっていうふうなアドバイスいただきましたけど、いきなりオリジナル曲でいきたいと思っています。えー、ご無沙汰しています、向こう水です。9月に入り、自分のグループ展、 友人の展覧会も増えてご無沙汰してました。あ富士山の写真良いですね。静岡のように大きくありませんが、うちの近く、近所にも富士山がよく見える場所があって、夕方とかには結構人が集まりますえ。それで写真を撮ったら送ろうと思っていたのですが、最近天気が悪くてなかなか機会がない。そう。ずーっと富士山お出ましになってない。え、昨日。えっと、この間、10日の日かな 10日の日に一日中お出ましになってましたけど、僕は10日の日に静岡行こうかどうしようかと思ってたんですけど、結局、えーえー、スケジュール的に無理で行けなかったんですけど、10日の日がすっごい、あ、11日か。行ってれば11日だ。11日にすごい富士山がね、一日中見えてましたけど、その後もあんまりお出ましにならない。で、えー、お出ましにならないですね。梅雨時とかにもね、雲にお隠れになって。なかなか機会がない。 それがいいんだけどね、富士山は。お出ましにならないところがいいんだけど。それで夏に撮ったものがあったので送ります。遅くなりましたが、お休みした後動画を減ってまとまりが良くなって見やすくなったと思います。ありがとうございます。夜取れも無理のないように頑張ってください。今年は下げそ場で皆難しいですよね。 ラジオエイさんもいろいろな文句や非難も来るようで、それを聞いていると、ラジオエイさんの予測はしないという予測が <laughs> 外れないように <laughs> 心配になったりします。9月の下げのセリクラはほぼ正確に予測が当たり、ほっとしました。あ、そんな心配していただかなくても大丈夫です。えー、対外のことには耐えてきましたし、この後も対外のことには耐えていきます。最近ラジオエイさん、本人も言ってましたが、投資って自分のお金のことでしょ。 今のような厳しい局面だと怒りや不安を人にぶつける人は増えるのかなと思います。私は最近は100株単位の日本株の売り買いはあまりせず ETF を一口ずつ差し値で売り買いしています。正解だと思います。消防トレというより地味トレです。だから ETF は一口単位でできるから本当に小さいトレードができるし、 あの、細かい操作がね、特に信用取引でやると操作がしやすいんですよね。ポジションごとにはっきり分かれて見えるからで。今日は残った現金で下がったら買う準備をしていましたが、上がったので買いはせず、原油を一口売りました。せっかくなので投資相談。シャープ、だいぶ下がってしまいましたが、この後上がりますかねどのくらい上がる可能性がありますかそれから9月の下げたところの 4689Z ホールディングス。100株買いました。 100株安いので、買いやすい会社だと思うので、時々見る銘柄に加えてくれたら嬉しいです。日産とシャープ上がらないかな向こう水。ということで、向こう水さんからいただきました。で、えー、今日、まあ、いろいろお答えしたいとは思ってるんですけど、今日向こう水さんからね、写真をいただきました。そして、いつものように、アンコールちさんからも写真をいただきました。で、今日、えー、お見せできるように準備しています。パッパカバーン, <laughs> パン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 パパパン。えー、何やろう ダダーンまあ、なんていうか。<laughs> なんていうか。えー、いろいろ写真をね、お見せしたいと思いますけどね。この画面にね、写真を出していきますけどね。まずは、アンコロモチさんの写真から見ていきましょう。ダラーね、えー、ちょっと僕はいないでいいから消えるね。B。今日の、えー、アンコロモチさんの1枚目の写真です。この間もあったこの茶畑が入った富士山。 僕は非常にこの写真は好きです。<laughs> 電線が入っているところもいいんじゃないかと。これやっぱり茶畑って綺麗だよね。ほんと綺麗。これどこここ行ってみたい僕は。ここに行ってみたい。ここに行ってみたいなぁ。行ってみたいなぁ。ここに行ってみたいなぁ。<laughs> こっから写真が撮ってみたいなーっていうようなね。茶畑ですから入ったら怒られるのかなぁ。 なんかね、静岡に茶畑をなんか借りて、なんか、えー、時を過ごすなんかお金払えばっていうような話があるらしいってことは聞いたんですけど。素敵な写真をありがとうございます。アンコルムシさんね。今日も本当に。アンコルムシさんの2枚目の写真です、今日。これもなかなか良いんです。だらほら。わかりますかわ <laughs> かりますかちょ、ちょっと拡大しましょうか。ね。 こんな感じの写真で、ね。まあ、あの、やっぱり、あの、アンコールロモチさんの写真ですから、電線はないにしても、なんか無機質な、この、車だったり <laughs>、車だったり、無機質な、アパート的な、こう、建物だったりが入っているところとか、あとは、何気にやっぱり少し電線が、ちょっとずつ入っているところとかも、気にはなるんですけど、この今日のこの富士山は、なんかこの上から雲がね、 どーんとこの仕掛か,かってるみたいで、で、ちょっとこれは面白い構図だなぁと思いましたね。アンコロモさんの写真ありがとうございました。そして、え、お待ちかね、お <laughs> 待ちかねっていうか、向こう水さんの写真です。向こう水さんは芸術家なんでね、またテイストが違うんですが、まず向こう水さんの愛病、愛病っていうのかな、愛猫ちゃん、えー、猫ちゃんの写真からです。向こう水さんが撮った、まずは猫ちゃんの写真。 これはあの、ななちゃんっていうと、いう猫ちゃんだって記憶しているんですが、え、むこみさんのね、ゴロ君くんっていうね、あの、猫ちゃんもいたんだけど、亡くなってしまって、今、その後ね、このななちゃんを飼っているということで、ね、このななちゃん、え、の、ちょっと首をかしげた、可愛らしいナナちゃんのね、写真を送っていただきましたが、それ、そして、今回のメインに、これからいきますが、 えー、芸、芸術家、アーティストの向水さん撮った富士山の写真、一枚目、こちらです。ただ,だ、ね、電柱電線入ってます。<laughs> 電柱電線入ってますけどね。ね、えー、これ、やっぱりこう、この雲の感じ、えー、とはと、光の感じ、やはり芸術的な、えー、感性を感じますね。 さらに、向こう水さんのもう一枚の写真です。向こう水さんの写真です。行くよだだこれ良いではないですか良 <laughs> いではないですかこれはどこから撮っているのでしょうかね、左側に海が見えるから、どこかちょっとわからないんだけど、朝焼けですかね多分ね、これは。夕焼けではなくて、日の出ですよね。ですよね、ですよね。 という、この写真。富士山の写真。えー、良いですね。やっぱり富士山が入れば、もう絵になる。ので、えー、僕はね、静岡第二スタジオで、また、いい富士の写真とかね、動画、まあ、動画は今でもね、富士の動画いっぱい撮っているんですけど、えー、しっかり整理してみ、また皆さんにね、お見せしていきたいなぁと思っております。向こう水さん。 えー、今日は写真ありがとうございました。ね、ということで、えー、ちょっとこうね、戻しながら閉じてまいります。はい。今日もいろいろ写真ありがとうございました。皆さん、えー、写真お待ちしております。で、向こさんの、えー、相談として、えー、シャープ上がらないかなっていうのがあったので、6753でしたっけシャープね、えー。見ていきましょう。えー、これシャープは、これもあのー、 本当に安いじゃないですか。これ、上場来安値ですよね多分ね。ぐらいの安い多分上場今ね、だから、上場来安値みたいになっちゃってる銘柄って結構あるんです。これ、週足ね。冷やしでこう。なんですけど、これはだから、まあ、寝ごろ感すごくあると思うんですよね。ただ、このチャートで見ると、まあ、このシャープは、 もうダメだーっていう完全な下落トレンドに入っているので、どこで下げ止まって不上に、えー、ねじ曲がるのかは、ちょっと、えー、確信が持てないというかね、どこで不ねじ曲がるのかわからないですけど、安いことだけは確かということで、こういう銘柄ってね、やっぱり有名銘柄だし、プライ銘柄だし、えー、まあ、あの、決算がどうかちょっと細かいことは知りませんけど、 まあ、あの、こんだけ下げればね、えー、上がるとは思うんですけどね。ただ、今のチャートは、まだ、下落トレンドが続いてるんで、今、一応800円にね、えー、下値抵抗戦というか、買いシグナルラインを置いてるんですけど、もうちょっと下がるかもしれないなと思ってますんで、まあ、8万円でね、えー、100株買えるんで、えー、まあ、買い増しも検討されながら、そして長期トレードになると思うんですよ。 そんな感じで見ていっていただければどうかなと思うんですけどね。4689、日産、えー、7203、日産、7 2 0一だ、ごめん。日産、日産7201ね。これもあ、これは今のシャープよりはチャートが強いので、これは安いところを買えば上がるんではないかと思います。 これは結構チャートは強くて完全な下落トレンドにはなっていないので。日産はね。まあこれもまだ下げるかもしれませんけど、完全な下落トレンドではなくて、割と強くて、450円下は割とサポートが効くというか、下げ止まりやすい値段だと思いますけどね。こっちの方がシャープよりは戻る可能性があるんじゃないかな。4689。 Z ホールディングス。Z ホールディングスもね、シャープと同じようにチャートは良くないですね。でね、200MA をね、見てほしいんですよね。200MA が東の200日移動平均線が、こう、アーチ状に垂れ下がってきていて、下落していて、200が一番上、次は75、次は25、その下に5っていう風に、上から長い平均線から下に短い平均線が重なっているやつが下落トレンドでして、 これはなかなかね、こっから脱するのが難しいんだよね。だから、えー、こういうチャートを買うときは、よっぽど、よっぽどの安値を狙ってほしいと思います。はい。えー、こういうチャートでも悪くはないと思いますけど、でもなかなか浮上しないんですよ。これ200円目がだら、だら、だら、だら下がりですね。だから、に、日産は200円目そんなに悪くないんですよね。下がってはいるけど。 で、特に、その今の Z ホールディングみたいに、とか、さっきの、あの、シャープみたいに、こういうアーチ状にこう垂れ下がってくるやつ。加速度的に垂れ下がってくるやつは、あまり良くないです。チャート的にね。これは浮上しにくいチャートです。ので、ちょっと、銘柄相談になってるかどうかわかりませんけどね。まあ、ご注意ください。だから、えー、日産はいいんだけど、シャープと Z ホールディングスは、 ややチャートが弱いので、さ、え、ら、ー、なる下落に注意が必要。で、えー、何らかの下落対策は考えておかなきゃいけないんじゃないかなと思います。向井さん、えー、僕は、えー、ダメだ、えー、ボロボロな時にメールをいただきまして、えー、長文のメールをいただきまして、励ましていただきまして、ありがとうございました、えー。今日もメールをありがとうございました。 いい写真もありがとうございました。アンコロモシさんも写真ありがとうございました。富士山の写真はいいね。も <laughs> も吉さんから今日もメールをいただきました。ラジオム様、昨日ありがとうございました。ラジオム様の優しいフォローに体中の力が抜けました。頭の上の重たい石もなくなりました。そして、そして、歌ってくださったんですね。やっぱり歌声素敵です。もっともっと聞きたいです。いやー <laughs>、自信がない。 願いは私いは一番好きな曲です。特に落ち込んでいる今週は泣きながら聴いてみました。夜トレの皆さんにもぜひぜひ聴いてほしいです。ご心配いただいた仕事の件、無事後始末が終わりましたし、えー。迷惑をかけた上司も職場の人も大丈夫だよと優しくてまた泣きたくなりました。たくさん反省して初心に帰ってまた仕事頑張ろうと思います。えー、よかったですね。 落、えー、ち込んで心が弱っているときは、人の優しさが心に染みますね。こんな時でないと優しさに気づかないなんて、久々によく泣いた一週間でした。そして、株が上がった株 <laughs> が上がったトランペット、えー、前回急落の時は怖くて買えず、惜しい,いしい思い、悔しい思いをしました。そろそろ買ってもいいんじゃないのっていうラジオー様の言葉、これ危ないんですよ。<laughs> これは ですけどそう思うと、日経 CFD は2万6000円で買いました。えー、どこで利確しようか、また動画見て決めます。いろいろありがとうございました。週末は心穏やかに過ごせそうです。ラジオ屋様もお休み楽しんでください。今週は休めそうです。僕もさすがに。先週の3連休は全部ダメになりましたが。ブラックホールから抜け出せそう抜け出せそうな桃吉より。ということで、桃吉さんからいただきましてね。解決したそうです。よかったね。 ね皆さんも心配されてたと思いますけど、解決したそうで。ね提出期限が過ぎてるのに、入、はい、って受け取って、ハンコポンと押して、<laughs> 控え渡してしまって、それがちょっと問題になったっていうね、ミスだったそうですけど。ねまあ、いろいろありますよね。だけど、なんだろうな、トレードのミスは本当にお金が吹っ飛んじゃって。<laughs> 取り返せないからさ、きついけど、 まあ、まあ、仕事上のミスにもいろいろあると思いますけど、まあ、ね、人の命に関わらないものであれば、あるいは重大なねか、それで会社が傾くとか、そういうミスをね、個人がやっちゃう場合もあるからね、そういうようなミスでなければ、えー、まあ、なんとかなるんじゃないでしょうか <laughs>、ね、<laughs> と思うんですけど、その時はでもやっぱりそうは思えずに、うわーってなりますよね。 僕でもいろいろまあ昔から63年間生きてきてますけど、その中で、ああ、これは失敗したなーっていうのはたくさんいろいろあります、えー。そういうのはね、絶対あるんで、それをまあどう乗り越えるか。<laughs> その時は本当に大変ですけど、乗り越えていくしかないんで、えー、乗り越えていきましょう。ね。えー、まあやっぱり結局はそのミスだったり、失敗だったりに、 まあ逃げずに向き合うことが一番大事なのかなと思うんですよね。で、トレードで失敗した場合も、まあそれは何をね、意味しているのかっていうのを僕は考えるんですよ。例えば今年なんかでもね、やっぱり僕トレード失敗したけど、僕の中ではね、やっぱりお金に対するね、発想を変えようみたいな、えっ、ー、と、なんかヒントをもらった気がする。お金に対する発想を変えて、何か、こう、ね、そのトレード、 で、稼ぐっていうことの他にも、もっとなんか稼げる方法がないかみたいなことも、視野を広げて考えていく必要もあるのかな、とか。僕まだ63だけど、僕は起業家なんで、えっと、起業とかもね、やってもいいじゃんっていつも思ってるんですよね。こういう風な業種で起業したら、面白いビジネスができるかもしれない。 ね。そうしたら、すごい大きなお金が入ってくるかもしれない、みたいなことを、まあ、半分夢みたいな感じですけど、考えたりもするんですよね。だから、まあ、例えば、トレードで、たくさんお金を失った、それを取り戻すためには、何か、もっと全然違うことをする、みたいなことも考えたりとか、あるいは、えー、何か、それがね、自分に何かを無駄してるかもしれないですよね。例えば、もっと真面目に働きなさいよ、って、 相場の神様が言ってるかもしれないし、もっとお金を大切にしなさいよって言ってるかもしれないし、相場の神様っていうか相場の悪魔かもしれないけど <laughs>。そこで、だからやっぱり失敗した時に何を学ぶかっていうのがやっぱり大事だと思います。だから失敗はするんで、えー、そこで何を学ぶか、でどう立ち直るかがすごい問われるのかなと思いますけどね。はい。 そんなことを今年はね、僕もね、トレードの失敗通していろいろ考えざるを得ない一、えー、年になっています。だからね、今年はだから失敗した人多いんじゃないのと思うんですけどね。で、このね、あの、もきちさん、今回うまくいきましたけど、僕結構ね、あの、売りも買いもね、あの、フライングするんだよね。それこそがいいんじゃない確かに、あの、注射ぶつけでいってる。マイナス4とかマイナス5まで来れば、買い始めていいんだと。 でそうしないと買えない場合があるんだよね。で、マイナス7まで待ってたら今回シグナルに当たらなかったから、買えなかったということだから、マイナス4から5からぐらいから、ちょっとずつ買い始めていいんですけど、マイナス7を、えー、日経平均の帰りね、まで来て、さらにマイナス10まで行っちゃった場合には、えー、4とか5とかから,買い,から買い始めたやつは結構しんどい、えー、ポジションになっちゃうんで、えー、なんで、 あの、今後は気をつけて、あまり僕はそろそろいいんじゃないのって言ったときは、それこそ気をつけてください <laughs>。から、あとは、理確時は、基本的には 25MA なんで、それを考えると、まあ、えっ、ー、と、今もうね、すでに理確のポイントに来てると思うんですよね、日経平均。えっ、ー、と、こういう感じでね、動いてますから、25MA で、えー、あ、チャートを出しましょう。25MA が理確ポイントだから、まあ、理確していいポイントなんですよね。 ただ今回はチャートが強いから、えー、もうちょい上行くかもしれないから、ちょっと上がね、狙えるかもしれないけど、原則はここでもう理覚して、終わり。で、もう今日今ノーポジ。い下げるの待ってよっていうのが一番いいんですよ。できるだけ短期間でね、トレードを終えて、早く出ちゃうっていうのが一番いいんで、まあ、それが、えー、一番おすすめですけどね。で、あとは、あの、ラジオエジの甘い言葉に要注意ということで、ラジオエジは結構、 甘く言うから、そこであの気をつけてください。えー、ね。本当に責任が取れないので、だから、ね、やっぱり、そういう、う自分の、僕の一言で失敗したっていう人からもメール来るんですよね。で、ね、そういう人のメールを読むと、やっぱりキン、えー、となりますんで、はい。えー、やっぱり責任感じるしね。 まあ、えー、なんで、えー、くれぐれも注意していただいて、このシグナル待ってから入っても、早い場合があるということで、毎回言ってますけどね、えー、よろしくお願いします。でも、とりあえず、うまくトレードもいったし、ね、えー、しごお仕事のね、えー、ミスもなんとか処理できたということで、今年末が終わったということで、えー、今週末はのんびり、ゆっくり、楽しく過ごせ、 ますね。えー、過ごしてください。お過ごしください。そんな風にね。よかったよかった。ね。で、願いですけどね。まあ、えー、ありがとうございます。なんですけど。で、今なんか、時々ちょくちょく、えっ、ー、と、探し合ってて。<laughs> 昔は僕のライブの動画の最後でやってるから、だいたい。 探し合ってて聞いていただいてる方がいらっしゃるんですけど、まあ恥ずかしいんですよね。まああの当時は割とボイトレやってたから割と歌えてるんですけど、自分はね、すごいあの、自分の歌に対して結構厳しいんで、えー、まあ音程外れてたりとかがすごい嫌で、<laughs> だから今も、えー、う歌うのがすごい抵抗があるんですよね。あ、一応僕ね、一応元々はプロのミュージシャンですから、プロのって言ったらあれですけど、 プロのミュージシャンを目指そうとしていた人なので、耳だけはプロなんですよ。ほとんど。だから、えー、だから例えば僕は耳はほとんどプロだから、プロの方の演奏を聴いて、どこが悪いかが言えるんですよ。<laughs> 特に、まあ、うんまあ、それは僕の主観でもあるんだけど、プロの方の演奏を聴いたときに、ここがいまいちだなぁとか言える。 ような耳というか、音楽の鑑賞力というかを持ってるんですけど、それがまたね、自分が音楽を楽しもうとするときに災いになって、まあ、なかなかね、歌えなかったりとか、演奏もね、えー、そんなに手軽にホイホイ演奏したくないみたいなのがあって、だから僕は最終的には、 パソコンを使って正確にこう音楽を作り上げていくっていう。それが僕の最終的な音楽のスタイルなんですけど、それだったら自分の満足のいく正確な演奏ができるから。だからそこに僕は落ち着いてるんですね。それじゃないと気に食わない。即興演奏だったり生演奏はどうしても不完全になるから。僕の場合がね。だからまあ生演奏で完全にできる人もいますよ。あの歌、歌もめっちゃうまい人とかね。 いますよ。例えば、小田和正さんとか、日本で言えばね、あとは夏川里美さんのコンサート、ちょっと前に行ったけど、完璧ですからね、ライブの歌唱が。え、だから、そういうかあの歌のうシい人も何人かはいらっしゃいますけどね、とてもあんなふうには歌えないんで、えー、そんな意味でね、なかなか僕、ホイホイと歌えないんですけど、また、あの、一生懸命音源作るんで、その時は聞いてください。ということで、えー、いろいろ、 えね、でも気に入っていたいで本当に嬉しいです。ありがとうございます。そして良かったですね。ということで、えー、ほっとするメールで今週を終わっていきたいと思います。ブラックホールから、えー、抜け出してください。<laughs> まあでもトレードやってる限りはまたね、一回ブラックホールから抜け出してもまたブラックホールだったりするから、本当にね、トレードをやるっていうことはなかなかね、タフなことですね。ということで。 えー、一時半になりましたんでね、終わりたいと思います。えー、介入なく円安が止まらんという,う、テーマでお届けしてまいりました。えー、今週は誤解できたんだよね、僕ね。なんで、えー、土日はちょっと休んで、また来週からやっていこうと思います。はい。皆さん、えー、一週間ありがとうございました。えー、良い週末をお過ごしください。えー、まあ、円安止まらんけど、どうなるんすかね。<laughs> わからんけど、えー、しょぼいトレードで、 いしんで耐えていきましょう、えー、自分のお金が全部ひっくり返っちゃわないようにだけ気をつけましょう。ラジオイジでした。また来週。